今年はちょっと年間表彰式でも多くの受賞をいただいて、それのおかげもあって熊本で合宿をさせていただいたんですけど、新型コロナウイルス感染症拡大に伴って合宿解散後、全てのメンバーが自主トレーニングという形になりましたので、コーチと学生全体のつながっているグループラインを作っておりますので、そこでの連絡を取り合っておりました。今後が見えないっていう状況なので、本当に今できることをやるしかないという気持ちで、いつになるかわからないけど、心折らないでやっていこうということで、みんなで乗り越えてきました。大学から8月17日に活動再開を認められましたので、この10月の8日から行われます全日本選手権、こちらに向かって今活動をやっていると。なかなかモチベーションを維持するのは難しいですけど、本当にもう今はもう大会が10月に2つあるので、それに向けて限られた時間をどう有意義に使うかっていうのを、全員で考えながらやっています。ただがむしゃらにやるだけではもう時間がないので、どうやったら質が上がるのかとか、仲間内から切磋琢磨して競争して、準備しています。今 OB 会の方がすごく部を熱心にサポートしてくださるんですけど、今年は OB さんや学校からも協力いただいて、船が2艇新艇が届くことになっていますので、それも本当に部のモチベーションになっていると思います。OB会がいかにこう支えていくかっていうところが、学生活動の一番重要なところだと思いますので、幹事団が集まってもう毎月のようにミーティングを重ねてきてやっております。今回のそのコロナ禍の中でも、やはり OB会も何ができるかというのを常に考えておりましたので、物理的支援であるとか精神面でも常にコミュニケーションを取るような形でおりました。 OB とか OG の方々としっかり密に連絡を取っているのはそのユーマがやってくれていて、もう本当にユーマがいなかったら今頃再会できているのかどうかも分からなくて、もう本当に一番頼りにしている存在です。怪我して漕げなくなってっていう状況で、確かに辛かった時期はあったんですけど、でもそれをただもう辛いで、やめてしまったらもうそこまでだったと思うんですけど、部員のサポートをしながらこの4年間続けてきたっていうことは自分の中では本当に糧になったなっていうふうに思っていて、自分自身が部のためにプラスになってればいいなと思っています。探偵部は1904年に創立されております。今年で116年ということで、大学の中でも大会としては一番古いクラブとして、我々も含め過去何度か優勝ということを経験しております。全日本インカレでは一クルーでも多く順位をつけれるっていうのはもちろんのこと、チームとしてしっかり金メダルが取れるようにしていきたいと思います。来年は熊本に帰って、就職しているんですけど、社会人になって本当ここで学んだことっていうのはすごく活かせることがたくさんあったと思っていて、2年生の時には会計の仕事をしたり、3、4年で主務の仕事をしたりと、本当に OB さんだったりとか大人の方とすごく接することが多かったので、それを本当に仕事にも活かしていければっていうふうに思っています。来年以降も僕が熊本にいるので、熊本で合宿したら僕がサポートできたらなっていうふうに思っています。